加保町は、福岡県のほぼ中央に位置した町、旧釜郡。山田市、稲月町、薄井町と2006年3月27日に、対等合併して、鎌市となった。福岡県の中央部、筑豊地区の南端部、福岡市から東へ約 40km、北九州市から南へ約 55km、飯塚市から南東へ約 10km の場所に位置している。 町域北部は、地区方盆地の南端部にあたり、町の中心部となっている。町域の西部、南部、東部は700メートルから1000メートル級の山々が連なる山地である。町の南東端部には、恩賀川源流点がある。下半山地区と呼ばれる、飯塚市、山田市及び、加保群の全町とともに、 河半山西八町合併協議会を設立し、合併へ向けた協議が行われたが、2004年8月に、桂川町が協議会から離脱したため不成立に終わった。その後、旧鎌郡にあたる山田市、稲月町、薄井町と、新たに、河保南部一市三町合併協議会を設立し、2006年3月27日に鎌市を発足させることになった。 高等学校中学校町立、小学校町立町内に、鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 九州地区方本線を呼び、笹栗線の桂川駅。廃止路線鉄道路線としては1988年までは、上山田線が町内を通っており、町内には、大熊駅があった。町内に高速道路はない。一般国道主要地方、道林王子。 ありがとうございます。